アマビエ江戸時代後期の降下3年4月中旬、アマビエは1846年5月に現在の熊本県にあたる広国会場に出現したとされる日本の妖怪。海中から光を輝かせるなどの現象を起こし、豊作や薬病などに関する予言をしたと伝えられる。同種と考えられる存在にアマビコやアリエなどがある。江戸時代後期に制作されたと見られる河版に、 類するすりものに、絵と文とが記されている。日後国の夜ごとに海に、光物が起こったため、土地の役人が赴いたところ、アマビエと名乗る者が出現し、役人に対して、当年より六カ年の間は、諸国で豊作が続く。しかし同時に薬病が流行するから、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。と予言めいたことを告げ、海の中へと帰っていったとされる。 河原版に、紅花3年4月中旬という記載があることから、その年に出版されたものであると考えられている。姿形については添えられた挿絵が存在しているが、本文には図のごとくとのみ記載されており、文章による具体的な特徴の描写はない。日後国会中へ、舞を光り、モノデル社の役人形を見るに図のごとく、モノゲンス破海中二十、アマビエと サル猿物なり当年より6カ年の魔諸国、宝作なリヘ平病流行早々獅子打ち死人に見せ、公毒と猿て海中へ入れけり、右ハウツ獅子役人より、江戸へ猿来、ルーツシナリ硬貨3年4月中旬、ズアマビエについての記録の類は、上記一種類の瓦版でしか確認されていないが、類似性の高い内容が記載されているアマビコと、呼ばれる妖怪の資料群との比較から、 甘びこがごきされた例の一つではないかという説が、1999年に湯本郷一によって指摘されている。姿形などは異なるが、予言と除災という内容を持つ、ほぼ同様な性質で描かれた妖怪たちは、他に剣、白沢、神社姫、海で人、亀女など、数多く存在しており、これらも、河原版や写本などの形で残されており、 アマビコやアマビエと大道正尉の内容の文章が一緒に付けられている。ニビコの肉筆が湯本棒一書像アマビコと称される、妖怪についての図と話は、江戸時代後期から明治中期にかけての資料や、新聞記事などで確認されている。いずれも、海中からの出現、豊作や、薬病の予言、その姿を映した絵による、女債、三本以上の脚部を持つ絵姿、 柴田という生の目撃者などの共通要素がある。アマビお及びそれに隣接すると見られる、資料群は確認される年代の幅が前後に広い、ことから、湯本郷一は、名称の古記例とした。長野坂春は、アマビエをアマビコの一例であるという考えも、示しながらも、アマビエはむしろ人魚系の用紙をしており、アマビエとアマビコの外見上の類似性は、高くないと結論づけている。 ヒゴ国の海に出現したとする資料が最も確認例は多く、アマビエをヒゴ国に出たとする話もこの影響下にあると考えられる。1876年にニビコ入道あるいはアリエというので新聞記事に報道されているアマビコに類する絵札の例でもヒゴ国アオヌマやヒゴ国アオトリ群の海に出現したされている。他に日ナ国に出たとされる。 ニビコ入道の例も一件ある。1875年に報じられた天日子孫の例は海ではなく新潟県湯沢町の田んぼに現れたとされる。このように名称や細部の内容が異なっていても本文全体の趣旨はほとんど同一のものであり、アマビエもこのような例の一つであったことがわかる。アマビコの絵はどの例でも大抵奇妙な姿で描かれているが、 アマビエの絵に比べると、猿に似た、毛の生えた獣のような形で描かれることもある。またアマビエの文には採用されていないが、アマビコやニビコの絵など、ヒゴ国に出たとされるアマビコには、猿の声して人を呼ぶなど、猿のような声をしていたという点が登場する。アマビエやアマビコの懐中出現は、神社姫に由来する可能性があるとも指摘されている。 山わろ日五国甘草群の山中に山わろと名乗る妖怪が現れ、今年から5年間は五国法上だが悪い病気が流行して多くの人が死ぬ、我が姿を見る者は病を免れて長寿になると告げたという内容の資料も確認されている。この山わらわのような例は出現場所が海でなく山の中であるという違いはあるものの三本足の外観や予言の内容など、 共通した特徴があり、湯本号1は、アマビコアマビエとの関連性を指摘している。アマビエは、江戸時代に制作された瓦版の一つとして、1970年代以降に写真図版付きで書籍などでしばしば紹介されており、それらを参考資料にした創作の中で用いられている。2000年代以降は、湯本号1による、 他の同志校の妖怪やアマビコを中心とした新たな資料紹介が続き、2004年に川崎市民ミュージアムで行われた企画展日本の現住未確認生物出現録の回期中にはアリエやアマビエなどのフィギュアが販売された。2020年2月から3月にかけて新型コロナウイルス感染症に関連してアマビエのイラストを描くという行為が広く、 創作活動の場で注目され、新型コロナ対策の願いを込めた作品として、アマビエが様々に創作物で表現されるアマビエチャレンジが見られる広がりを見せ、大きなイメージの転換期を迎えることとなる。漫画家、水木しげるは妖怪図鑑のための一枚絵としてアマビエを描いている。この絵は、水木しげるの俗、妖怪辞典のために描かれたもので、その後も、 日本妖怪大全、綾やがしきなど水木による各種妖怪図鑑にも収録されている。水面から半身を出した姿で描かれており、アマビエに腕を書き込んでいるのが特徴である。水木しげるは西洋では海の生物にはすべて予知能力があり、海から人魚が予言を告げる伝承も珍しくないことからアマビエを西洋の人魚に近いものであろうという解釈を著書で、 述べている。しかし、西洋の人魚の予言の多くは不運の前兆のみである。一方で、アマビエは予言のみならず、薬病を治すことについても言及している点が大きく異なるとも述べている。島根県沖郡沖の島町の沖のアマビエ像は、この妖怪図鑑などにおける水木キャラとしてのアマビエの絵を立体化した銅像で、沖諸島に延長された。 水木しげるロード氏の発祥地である縁から、2010年、設置された妖怪オブジェの一つである。中村地区の南側の入り口に設置されている。水木しげるの漫画作品では、水木しげるのノストラダムス大予言で、悪魔君に仕える使徒の一員として登場している。ゲゲゲの鬼太郎の原作漫画にアマビエは、出演していないが、テレビアニメ第5シリーズに、純 レギュラーキャラとして登場している9月30日、フジテレビ放送分の妖怪アイドルアマビエ。近いうちに起こる出来事を予知する能力があり、いつも唐突にひらめいて予言するが、その内容の大半は対処する間もないほどすぐに起こる出来事の予言か、どうでも良い出来事の予言で、ほとんどは役に立たない。海の中で一人ぼっちで暮らしていた妖怪であると、 キャラクター設定されている。この水木しげるがのアマビエは、2020年6月に、境港市民に配布された、境港市ふるさと応援地域新貢献のデザインに、採用された。2020年11月に、水木しげるゆかりの地、調布市で開催される、ゲゲゲイミ2020のメインビジュアルでは、水木しげるがのアマビエと、ゲゲゲの北郎テレビアニメ第5シリーズに登場する。 アマビエのコラボレーションイラストが据えられている。漫画、地獄先生のベの続編、地獄先生のベネオの第36話、アマビエ VS、京子が白にアマビエが登場している。子供たちに悪さをする恐ろしい姿の妖怪として描かれ、登場人物に退治されるという内容である。本作品は2010年代の作品であるが、 創作での描かれ方などを見る上でアマビエのどのような面が着眼されていたのかを見ることができる。厚生労働省が作成した新型コロナウイルス感染症拡大阻止を呼びかけるアイコンアマビエをモチーフにしている。2019年に発生した新型コロナウイルス感染症は2020年に入って世界的なパンデミックと化した。2月下旬には日本でも 北海道や東京都を中心に貿易対策として人の物理的交流も経済活動も大幅な自粛を余儀なくされた。イベントの休止や学校の休校措置なども始まり、そのような鬱屈した社会情勢にあった同年2月27日、薬病退散にご利益があるというアマビエの力を仮用コロナウイルス対策としたアマビエのイラストをみんなで描こうとの発想から、 妖怪掛け軸専門店、大蛇動画、アマビエ解説とともに、イラストレーション作品をツイッターに投稿したところ、この考えに賛同した多くのツイッター利用者が、ハッシュタグ、アマビエ、アマビエチャレンジ、アマビエ祭りなどをつけてアマビエを自己流にアレンジした作品を次々に投稿するという、動きが起こった。多数の作品がツイッターに投稿され、 それらがリツイートされる動きは3月に入っても大きくなってゆき、5日には著作権フリーのイラスト素材サイト、イラスト屋にもアマビエのイラスト素材が登場した。漫画家の時は聖一が漫画アマビエが来るをツイッターに投稿したのは6日で、これにも大きな反響があった。原資料であるアマビエの瓦版を所蔵する。 京都大学付属図書館からは6日に投稿があり、数日のうちに5000を超えるいいねが寄せられた。ソーシャル分析ツール、ファースイートでキーワード、アマビエを含むツイートを調べると、2月は日に10件程度であったものが、3月1日は162件と微増し、3日になって4737件と急増、そして、 7日には38,646件と爆発的に増えていることがわかる。アマビコやアマビエを研究に取り上げている蝶野坂春はウェブサイトフーポのコラムでこうした創作活動を行う人々たちの間でのアマビエイラストのブームについて言及しており2020年3月の流行に採取手のアマビエはもともと存在していた予言の要素についての言及が 人々の間で取り沙汰されている点が全く見られず、より単純なゴフとしての特徴のみが拡散していると分析している。2020年4月に緊急事態宣言が発令されて以後は3月時点に比べて社会全体への自粛要請がさらに進んだが、3月以降アマビエがテレビ番組や新聞といったマスコミでも報道され、一挙に世間に広く知られるゴフ的な存在として、 ニュースとなった。その結果、これまで見られたソーシャルメディア内での個々人による創作でのアマビエの範囲だけではなく、マスメディアを通じてアマビエを題材にした創作物ブームの存在を知った各地の様々な事業者が新型コロナウイルスの収束を歌ってアマビエの形を模した商品を販売したり、商品のラベルデザインに採用したりするようにもなった。また、四月七日からは、 厚生労働省が新型コロナウイルス感染症のウェブ向け対策、啓発の広報アイコンとしたアマビエのイラストを用い始めた。このイラストは2020年6月19日から厚生労働省が配信を開始したココアの起動画面にも全く同じものが用いられている。2020年5月2日からは大阪市のヘソプロダクションがアマビエ薬病対産プロジェクトと題した。 企画商品の販売2020年の恋のぼりシーズンには静岡県沼津市のオフィスグルーが運営するオリジナル恋のぼり制作チームミセスミシンがアマビエ型の恋のぼりアマビエのぼりを制作している劇場公演中止などから芸能関係でも上記のような注目の上がったアマビエを新作の素材として用いる例が見られアマビエを題材に用いて 物語を仕立てた人形浄瑠璃や新作の三番層見立ての舞踊なども制作されている。交通機関でもアマビエを検出して病魔退散を祈願する動きがあり、乗せ電鉄や関東鉄道がアマビエをヘッドマークに施した車両を運行したほか、日本航空が整備士らの企画で同年9月3日からボーイング767から 300ER 型機の機体下部にアマビエのイラストを施した特別塗装機 JAL アマビエ JET を運行している。アマビエを題材にした楽曲としてアマビエの歌薬病対算ソングが作られた。2020年の新語流行語大賞にてトップ10入りを果たしている。2020年4月頃から五符や五朱印の印板にアマビエを用い始める仏教寺院や 神社も日本各地で見られるようになった。いずれも新型コロナウイルスの流行以後、自粛期間中や緊急事態宣言後に、薬病退散の期間のためとして用いられ始めており、薬病予けの効果があるとされている妖怪や、薬病予けの妖怪などと称されていることからも、2020年2月以降に創作活動として拡大をした。 ご不適な存在としてのアマビエのブームや、それに関連する報道を受けて採用された例であると言える。同じく4月頃から、新型コロナウイルス感染拡大の収束や、再起、復帰などの思いを込めた図柄として、ダルマをアマビエ型にしたものが、各地のダルマ生産者たちによって制作されるようにも、なった。設置場所などの面から進行との差分は、 不明瞭ではあるが2020年4月頃からコロナ収束の願いを込めた創作活動の一環として公共施設、商業施設などにアマビエの創作物が設置されることも行われている。中には完成した木造作品が自社に寄贈され、境内に設置される例なども見られる。ありがとうございます。